こんにちは、パガッセンデザイナーの青木俊樹です。今回はブラックシェファードというタイトルがついているこのパガッセンが出した初めてのブラックデストロイデニム紹介していきたいと思います。開発をどういうふうにしていったか、どういうふうにデザインをしていったか、もしくはちょっと裏話とか、見るだけだったらやっぱり伝わりきらない、わからないようなことも、なんかそういうことも一緒にお話していこうかなと思います。パリでこうパリに行くぞと、いろいろヨーロッパで回っていった時に、展示会っていうものがあるんですよね。でそのパリで行われる展示会で発表するために、こうエージェントと話をしてたんですよ。俊樹ね、やっぱりブラックデニム、象徴するブラックデニムを1本作ってほしいと、ブランドを象徴する。で、それを頼まれてから試作を重ねて、作ったモデルになってます。ヨーロッパに合うくすんだほこりっぽいような黒っていうものをかなりこう追求していったんですよ。黒いこう砂鉄のような黒い砂の中からこうバッと持ち上げてきたような、そういうちょっとほこりをまとったようなくすんだ色をしてるんですよね。でこれを表現するために、もともとこのデニムってインディゴブルーなんですよ。藍色の、通常のブルージーンズを、まず縫製して、そこからブラックオーバーダイっていうですね、黒に黒染めを全体的に施してます。その後でブリーチをまたちょっとストーンウォッシュで落としていって、そしてこう地破きっていうですね、ところどころにハンドブリーチをこうすることでストーリー性を持たせた、こういうくすんだような、まあ、比較的藍色に近いブラックが表現できている作品になっています。このブラックシェファードなんですけれども、もちろんこの色味、説明したくすんだ色味ですよね、もう、さることながら、もう全体的にですね、こうスカーダメージかな、ちょっとこう傷を折っているような、スカーって傷っていうことなんですけど、その傷を負ったようなダメージ加工を全面的に、してもらってます。ちょっともう糸が本当にほつれかかっている、こういったのもヴィンテージ風のデザインなんですよね。これをこう、まあ、実現するために、まあかなりこうリスクはあるんですけれども、限界まで、まあ抜け目なく加工をしている、そういうデストロイデニムになってます。ヘビー級のダメージデニムっていうのは、まあ少ないと思うんですけれども、まあ、まずはちょっとシグネーチャーモデルとして、どういったブラックデニムがいいか、ブラックデストロイデニムがいいかって考え抜いたのがこちらのブラックシェファードになってます。まあ、もちろんブラックシェファードもそうなんですけれども、クリエーションするときにですね、やっぱり加工表現でかなり限界までですね、加工表現でパガッセンのこうデストロイを表現していきたいっていうのがあって、もうかなりそのブラックデニムを初めてこうデストロイさせるっていうトライだったので、でまあヨーロッパでバイヤーさんもアポがもうこう行ってた時だったんですね。まあ時間もあまりなかったんですけれども、工場さんともう何回も相談を繰り返して、自分がもう島根に持って行ってですね、車で、それで何回も何回もこう修正を繰り返したできたパーツになってます。で、まあ、とにかく伝えてたのが、こう最強のものを作りたいだとか、まあ、限界まで表現を足していきたいと、一番こう頂上まで行った時のダメージデニム、デストロイデニムってどのような圧倒感があるのかなと、とにかく唯一無二なものをメイドインジャパンのクオリティを、これだ、これがもう職人技のもう限界まで のクリエーションだっていうことで、もう一つの宝物として、パリに持っていきたいっていう、そういう思いで3回か4回かですね、 2,3 日の間に島根と岡山を往復した記憶が今でも新しいです。それでパリに持ってきました。ブラックシェファードって
僕が結構ブーツに合わせてもらいたいって思って、足元をこう別素材を足元にこう加えてるんですよ、ね、もちろん足が長くスレンダーに見えるっていう効果もあるし、こう単純にそのレイヤードに見えてかっこいいんじゃないかって、もうそのシンプルなそのかっこよさっていうところで勝負したんですけれども、なんか僕はパリで何回かその当時に何度か行くたびにですね、違うこうブランドがなんかこのスタイルをダメージデニムでこのスタイルをこう出しているブランドがちょこちょこ増えてきてですね、こうもちろん真似されるのっていろんなことを思いますけれども、僕としてはとっても嬉しいことで、じゃあ自分はもっともっとこれ以上のものを作ってやろうと、よりこう高めを目指して作るようになった気がします。このデニムの思い入れがですね、長渕さんなんですけれども、東京で展示会をしていたんですけれども、ご本人がですねもう一発で見てですね、あこれオーダーするからって言って変えられたのが今でもすごく記憶に新しくてですね、このブラックシェファードってアメリカの DJ のプレイボーイカルティっていうラッパーさんがいらっしゃるんですけど、もう本人がですねこれまあインスタグラムで初めになんか見つけてくれたみたいなんですけど、 SNS でもうプレイボーイカルティもすごくステージでこれを履いてくれてたりで、SNS でもねなんかすごくこれが分かるようにこの裾の部分の別のところとかすごい気に入ってくれたみたいで、インスタすごくこれが分かりやすいように写真をこう投稿してくれたりしたのってすごく親近感が湧いたし、でアーティストさんと、自分っていう距離をこう縮めてくれた一枚かなっていうふうに思ってます。